皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今夜もデッドバイデイライトのお時間やってまいりました。ということで今回ね、フレディナイトメアでねプレイしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。フレディがね生まれ変わりました。新しい能力になったので、ちょっと今日はね久しぶりに殺人鬼プレイでね生存者を飼っていきたいよね。ということでね、今回のフレディ何の能力なのかっていうと、今回はアドオンでドリームパレットが置けるバージョンのフレディにしてきました。なので今回一応前半戦はねたくさん板残ってるから、まあ、中盤から後半に偽板たくさん出して、まあ、生存者をね追い詰めて生きるようなプレイをしていきたいので、遅延系たくさん持ってきました。ルインと C 級賞でまず発電機をねちょっと遅延させたりとか、まあ、C 級賞お肉屋さんで治療にも時間をかけさせるっていうね、まあ、ダブル効果をねちょろちょろ積んできたのと、あとやっぱり中盤から後半に結構生存者をねやりきりたいので、今回活性化持ってきました。フレディの固有パーク、さあどうかな。偽板トトとね置いたの序盤からやれたらいいんだけど、あ、偽板置ける。偽板置けるところはあえてオレンジ色でピックアップされてボタンを押すと設置って感じかな。どうかな、やってる。あ、いるねそこ。あ、ローリーちゃんだ。偽板10枚置けるから、もうとっとと置いてみようぜ。ローリーちゃんちょっと大丈夫かな、カクカクしてないかな、大丈夫かな。さあまずこの可愛い女の子から仕留めていこうかな。さあ C 級負傷が早めに入るのありがたいよ。窓枠ぴょん。さあどうかな、倒せそう、いけるぞ。いただきました。ということでね、ちょっとローリーちゃんをねそこにかけちゃおうかな。今回オブセッションいるな、ストライク持ちがいるかもしれんな。さあまずはここにローリーちゃんを買っていくと。でドリームプロジェクションっていうのがあるんだけど、発電機の上にね炎みたいなの見えると思うんだけど、あれワープできるね発電機っていうことになります。なんか今バンなったな。ちょっと今ドリームプロジェクションで行こうかなみたいなさ、フェイントをかけたらバンなったね。あー、いないかな、2人ぐらいいない。あー、ルインが行っちゃったな、仕方あるまいて。発電機を早めにちょっと壊しとこうかな。この地道な作業大事よね。どうかな、うまいことあれだね、私をスルーしてるね。ここにも1人いるみたいだけど、走ってる走ってる。ちょっと今回ねコントローラー変わっての殺人鬼ブレイだから、結構ちょっとねコントローラー使い方が下手くそでね、ちょっと視点がねキュッと切り替わるかもしれない。私もちょっとこのコントローラーでやるのすごい苦手だな。あれローリーの声する。あ、ローリーちゃんだ、ローリーちゃん、ローリーストライクかな。ストライク持ってんだったらもうとっとと使わせたいんだけども、あるかなストライク。どうかな、まさかローリーちゃんの方から来てくれるとは思わんかったね。はい、ストライク。ということでローリーを早めにねちょっと追い詰めたいんだけど、それ本物。あ、奥に偽板出せるな、偽板出しとくか。ローリーちゃんにはねちょっと今のでバレちゃうけども、窓枠越える、越えさせて、どうするかな、板のとこ行くかな。あ、そこの板か、これだったら追い詰めれるかも。どっちに寄せとこうかなっつって、右の方に寄せちゃおうかな、次だな、こう。これね間隔短いところだと結構追い詰められやすいから助かりますね、偽板。さあローリちゃん行こうか、ストライクを早めに使わせたからこれで楽になるけど、まだ発電機0個か、いい感じ。ルインが壊れて多分そろそろ発電機1台回るかな、回りました。どこ行った、あっちの隅っこか、そこら辺やってるかな。ちょっとフェイントで行ってみようかな。こっちもちょっとうなってるな、ここもともとこんなに進んでなかったから、ここ1人いたかな、2台行ったか、別々で。あー、でも発電機結構近場がついたから発電機固まりやすいかもしれんな、これありがたいね。いる、あ、いるいる、上にいる、今走っただろう。音が聞こえたね、なんか音すごい聞こえやすくなったね、それ偽物だぜ。ありがたいね、偽物を倒してくれたね。いやー、よかったよかった、絶対そこに行けば必ずダウンさせられるってこの安心感好きだな。
あっちにローリーがいるな。あっち走ってたな。とりあえずちょっとここにかけて C 教師長が対象2人、結構生存者としては辛いとこね。こう奥行ったかな、さらに奥かな、ここら辺かな、なんか近いな。あ、いた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 、ロリちゃんだ。だいぶ外回り走ってくれたみたいだな。どうかな、こっち来てないな。右側から抜けてる。いよいよよ、ロリちゃん、偽板があるからそっちの方に行ってね、どうぞっつって。何持ってる？出歯じゃないかな？大丈夫、出歯じゃないよ。まずは早めに1人かな。で、C 教師が今対処2人で、ローリーちゃんがこれで出荷と。あそこ誰かいるんじゃない？あ、クローゼットがいる。ん？ 2 人いた？元気な方と元気じゃない方、1人ずつかな。まあ、ちょっとフレッシュな方を追いかけようかな。フレッシュ系、今2人いたよな、間違いなく。何持ってる？そして外、救急車が走ってる。救急車かな、消防車かな。よく走ってくのよね、うちの家の近く。ぴょん、偽板の方に行かないかな。偽板行く？偽物の方に行って。あー、本物、本物。あ、いよいよいよ、どっちが本物か分かるかな。いいな、この板使うかもしれんな。いただきました気持ちがいいね、偽板に追い詰めていく。さも本物かみたいな感じでね、やっていくと、あの、これが本物なのかもしれないっていうところで清掃してくれる安心感、助かりますね。いる？そこじゃないみたいだな。ちょっと一応軽く見てこようかな。いやいや、結構うなってるぞ。ここで本当にやってたっぽいな。いや、活性化がいい仕事してきた。活性化、今回ね、レア度3の活性化で、今トークンに溜まってるから、発電機1台分で 4% だから、今 8% 早いかな。ありがたいね。担ぎも板倒しも発電機破壊も、あと乗り越え速度落とすっていうね、生存者を担いで落とすっていうのも速くなりますので、非常に助かりますね。こっちに固まってるな。一番安全にやれて真ん中なんだけど、どうだろう。ちょっと偽板にしとこう。どこ行ったかな。あ、フレッシュな子がいる。フレッシュな子殴りたいな。元気なね、女の子殴りたいこれで対象2人よ。 C 教授でチェンサスよ。もうルインが早く行っちゃったからな。あ、偽板だ、行けるかな。偽板に行ってくれるか。それ本物、本物を早く倒させて、こっち来てくれたね、ありがとう。偽物と本物があるとこれ分かんないよね。生存者からは、あの、全く見分けがつかないようなので、これ助かるね。で、あの、板が割れたところだったとしても、偽板置いても割れた板は消えます。なので本物、本物しかね、本物なのかなっていう感じで見えるらしいよね。これキラーの方だとね、あの、どれが偽物か分かるんだけど。さあ、どうかな。さっき一応フェイントしたけども飛んでいかなかった。あ、解放だ、助かるね。解放はここにいなかったかな。やってたと思ったの、どっか行っちゃったかな。解放助かるね。 C 教師が乗るよ。一定時間あの子が治療できない分発電機が遅いぞ。これ助かるね。ここ結構やったけど、ここは諦めたみたいだね。じゃあそっちやってる。いや、こっちの発電、あれ、いるぞ、誰か、誰かいるぞ、隅っこに。ここにいたな声が聞こえたし、カサカサ音も聞こえたよね。早めに板倒させて、ここを偽板に変えとこう。で、その区画偽板があるから、偽の方をね、倒してほしいな。こっち本物だな。仕方ない、ここも倒させましょうかね、食らわんようにして。よし、いいぞ。活性化でちょっと板倒しも早い分やりやすくなってきたな。丘に行くのかな、これ。丘に行く。あ、なんすか、加速してなさそうだな。偽板の方に行ってほしい。お、いいぞいいぞ、希望を与えるか。倒さんのかい、そっち行かんのかい。あ、いい、いい子だね、いい子だね。
ここで倒す安心したその瞬間に倒されるっていうところね。失敗した？あそこか。やっぱもう一人いたのかな、あそこに。奥のところにねちょっと見えたんだけど、フレッシュな方をね殴りに行きましたね。そこは一応ね、このドリームプロジェクションのメタ貯めると、あのキラが飛んでくるみたいな血しぶきが吹き出すのね、発電機から。でこれをすることによって、どこに発電機飛んでくるか分かんないけど、やってる人プレッシャーで発電機に失敗するっていう可能性がね出てくるんだけども、これ負傷した子ここ直してるよね多分。負傷した子は飛んでみるかい。あれ真ん中に来てるぞ、これ真ん中いるぞ。そこ越えてったな。こっちから来ないかな。ちゃんと見てる。あ奥奥いいぞ。2人負傷してるから、もうあと元気な子1人見つけれると非常に助かるところなんですけれども、あれいなくなったの。向こう側行っちゃったかな。ちょっと発電機蹴っとく。いや戻ってきてないの。1人元気、ここいるこれ解放の子かな。ずっと負傷してる子だこの子。それ本物。まずは倒してもらってから追い詰める。あれどこ行った、こっちかな。ちょっと待ってフレディ、ちょっと待ってフレディ、普通にスキルチェック失敗してもダメなの、やられちゃうの。前のフレディと違うから足跡しっかり見とかんとな。そう目覚めてもダメなの、切られちゃうからこの子あれ違うな、この子初めてか。地下室行く。入れん入れん入れん、急げ急げ。活性化がいい仕事してきてる C 教授と。ありがたいね。発電機そろそろもう1台行くかな。残り発電機3台、生存者3人。日生行った、ちょっと置いとこう。10枚置いたかな。あそこついた、いいね。発電機固まるよこっちに。向こう側は全部つけちゃったみたいだね、真ん中から。こっちやってないってことは2人でやったかな。そこどこ行ったかな、どこ行ったかな。聞いてみよう、音よく聞いて。上にいるなこれ、走ってるな上で。降りてきた、じゃあ私も降りよう。こっから出会えるかな。あいたいたいた、見つけました。一人ここかな。偽板の方に行ってね、どうぞ。偽板の方に行ってね。お、救出いいね。地下室ちょっと行ってみましょうかね、のぞきに。チラッと。で、持って、倒した本人じゃなければ、この板本物だと思うはずだから、ここ、隅っこ。もう一人いるぞ。でもちょっと、今、負傷させた人を追いかけましょうかね。その子を追っちゃおうかな。あ、いい感じいい感じ。いよいよ偽板の方に来てるね。偽物に本物だ分かってたかな、気づいちゃったかな。偽板に追い詰めたいな。気持ちいいよね、偽板倒した瞬間バーンってなるからさ。隠れてんなここに届くぜ届くぜ、もっさり声が届くぜ。あそこで失敗してるな。ドリームプロジェクションちょっとだけ血しぶき出しとこうかな。同じとこにかけちゃおうかなと思ったけど、近場にかけてとっとと発電機行った方がいいな。あと2つか。なるべく同じとこつっとくと助かる。あ死んじゃったな。2回目だったと思ったんだけど、3回目だったかな。ん？こっちに逃げてるぞ。さあその偽物の板を信じるのかな。これなら一発倒せるね。あれ失敗しちゃった失敗しちゃった。おっとそこも偽物だぜ。焦らないようにせんとな。ここだまず一発
結構ニセイタ増えてきたから逃げるところ必ず1個ニセモノでみたいな感じになってきたね。気持ちいいねこれ。いただきます。よし、あと一通り。でもって発電機どこやってんだろう。あそこの奥ってやってなかったよね。ってことはここじゃなくてそっちが正解か。完全にいないね。でもここやってるんだったら逃げルートが限られるぞ。多分そこのさ岩の裏行ったんじゃない。今チラッと見えたよね。岩の裏行ったでしょ。チラッと見えたもん。あ、木に隠れてやがるぜ。木に隠れてやがるぜ。チラチラッと見えるね。さあどう越えていくかな。窓枠越えてもっさり越え、もっさり越えてそれ偽物、そしてそっちも偽物ですダブルで偽物。さらにその奥行っても偽物だったからね。いやー助かりましたね。偽板、私の思い通りにいてくれてよかった。そして今回シーケオフ症とお肉屋さんで、まあ、自己治療、そして発電機っていうところも遅延が効いてたのと、発電機つけばつくほど私強化されたのがちょっと大きかったかな。活性化、一応発電機がね1台つくと 4% っていう感じだったから、まあ、今3台で 12% か。結構これが厳しくなるよね。あ、いるな。ん？ここか。いやかなり声漏れるね。ありがたい。ということで、いけるかな。ちょっとギリギリかな。間に合うかな。ニセイタ楽しいね。ちょっとドリームスネアの方でもねチェイスして試してみたいのでね、またちょっとあのキラープレイの方もねちょっと時間見つけて動画の方ね撮りたいと思いますのでね、また楽しんでいただけたらと思います。いやーちょっと生存者側でもあのフレディ戦もちょっと取らないといけないね。楽しい。フレディなんかもうすっごい強くなったよね。フレディ、そしてドリームパレットを置くたびにポイントが手に入るというのもこれもありがたいね。たとえ生存者が偽物だって見破って板倒したとしてもポイントが手に入るの本当美味しいね。ということで、今回のフレディは全滅できましたんで、ポイントの方、あ結構いってるね、ありがたいというね、とことなりました。とちょっと今回はねあまりドリームプロジェクションをねもうバンバン使うっていう感じじゃなかったんだけど、あの生存者をねフックに吊るした後に助けてもらってからこっち逃げてんのかなっていう感じでドリームプロジェクション使って、あの逃げた方向正面からねフレディが来るっていうパターンもねできますのでね、ちょっといろいろね私の方でも試してみたいと思います。そして今回お肉屋さんの遅延、そして活性化、いやー地味にお肉屋さんも効いてたね。自己治療も結構長い間ね自己治療できてない方もいたから非常に助かりましたね。これねレア度1でも最近の肉屋はすっごい強いからね。そして活性化、まあ早め早めだと早め早めに1人殺せるんだったら活性化もねあの後半戦きつくなってくるんだけど、最初に1人殺せたのが大きかったね。4人いたらちょっと活性化でもどうだろうな、ちょっと早くなるけども発電機ついちゃうかもしれなかったけどね助かりましたと。そして C 教授ルインの遅延と、ルインは早かったけどそれでもちょっと役立ったね。そして一応ね今回ドリームプロジェクションのクールダウン少し減少するっていうアドオンをね持ってきてたので、まあ、クールダウンがねちょっと早かったかな。あれね持ってこないとすごい時間かかっちゃうのよね。そして今回ねこちらのアドオンでドリームパレットをねあの10枚置けるっていうところとなっておりました。ドリームパレットを使いたい場合はね必ずこのアドオン持ってこないと使えませんのでねお気をつけくださいませと。ということでね、いやー気持ちよかったね。いたあのなんかプシャーってなるのもいいよね。ということでね、またちょっとねキラープレイの方もね楽しんでいきますのでね、またご視聴していただけたらと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。